アメリカ合衆国アラスカ州アンカレッジアンカレッジはアメリカ合衆国アラスカ州にある都市。州とジュノを上回る同州最大の都市であるアンカレジとも表記する。自治体としての正式名称はアンカレッジ自治市で MOA と略す。MOA は軍でもある市軍である。アンカレッジは北米を代表する港湾都市の一つであり。 アラスカ州における商工業、金融の中心地である。同志の主要産業は、州の主要産業でもある石油、天然ガスの採掘と、その関連事業である。金融、通信の中枢としても発達しており、国際貿易港としての役割も強い。政府は、所得税や消費税の免税、産業開発の優遇策を実施しており、 多くの投資家や企業者が集まっている。一方で、古くからの水産業や林業も盛んで、特に水産品は日本向けに多く輸出されている。また、同市のテッド・スティーブンス・アンカレッジ国際空港は、かつて北極圏周りヨーロッパ便が給油のために寄港し、現在でも航空貨物のハブ空港であるなど、世界的に重要な空港であるため、航空貨物業も発達している。 州人口の約半数が同市を中心としたアンカレッジ都市圏に集中している。なお、人口統計は1975年に支部と軍部が合併したため、基本的に都市圏人口で計測される。1778年、キャプテン・クックがアリューシャン列島からアラスカ州に到着し、アンカレッジ湾内を公開した。1914年に、 アラスカ鉄道建設の拠点として建設され、資材搬入のための公安や作業員の宿舎が作られた。アンカレッジの名は、この臨時の闘病地が置かれた時に作成された地図で、一般名詞のアンカレッジとすべきところをアンカレッジと誤記してしまい、これが固有名詞として定着したことに由来する。1778年に、 周辺海域を探検したキャプテン・クックが闘病したことから名付けられたという伝承があるが実際にはそうした記録はない。第二次世界大戦中は軍需産業の発展により大成長を遂げ空港や港湾の建設が進んでアラスカ州の中心地として繁栄した。1964年に発生したアラスカ地震で市街地は壊滅的な打撃を受けるが 1970年代から北極海沿岸の油田開発とパイプライン建設によって多くの労働者が流入し都市は今までの3倍の規模になった今日では観光にも注力するほか前述のように貿易拠点としての重要性も増している1990年頃までは西側諸国の航空機はソビエト連邦領空の通過をほとんど許可されなかったため 日本とヨーロッパ間の航空便の経由地として頻繁に使用され、日本人には馴染み深い地名であった。冷戦後は日本からの定期旅客便はなくなったが、各国からの臨時便やアメリカ各州からの定期便は多数存在し、2015年度の旅客実績は約540万人。貨物取扱量は世界第4位の座を占める。また、 アンカレッジ空港に隣接するフーッ湖水場。飛行場は世界一忙しい水蒸気飛行場として知られる。アンカレッジはアラスカ州南部のクック湾の湾王に位置し、北緯60度、西経150度とかなり高緯度である。北方には北アメリカ大陸の最高峰である。でなり、東部にはロッキー山脈の後方がそびえ立つが、西部は原野が多い。 州北端のプルドーベイ油田からはパイプラインが走っている。欠片の帰国分では艦隊出順気候に属する。上述した1964年のアラスカ地震のように地震頻発地域で2014年にマグニチュード7.2の地震が発生したほか2018年11月30日にはマグニチュード7.0のアンカレジ地震が発生した。アラスカ州を開いた。 先住民はエスキモ、アサバスカ人などであり、現在も人口の約10%は先住民である。彼らは先人らが築き上げた多様な文化を脈々と受け継いでおり、それを紹介するアラスカ民族文化センターがある。なお、エスキモーの主要な民族としてカナダを中心に分布するイヌイットがいるが、アラスカエスキモーにはイヌイとユーピクなど、 複数の民族が含まれ、アラスカのイヌイットも、イヌピアクと自称するため、エスキモーを総称してイヌイットと呼ぶのは誤りである。アンカレッジ公立学区のマグネットスクールには、全米でも数少ないよう、小、中、高一貫の日本語イマージョンプログラムがある。公式日本政府観光。ありがとうございます。